深いですね。Hey, hey. This is better. おはようございます。今日は、大会初日ということで、いつも行きつけのカフェに来て、これから朝食をとります。いつも行きつけのバンバンです。どうですか今日は、朝食の方は。やっぱ寝れないですね。夜、パトカーとかがめっちゃキュンキュン行ってるし。の。緊張してきました。準々決勝が今終わりました、はい、無事ベスト4入りました、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。相手は、シード選手のシード選手、結構今回ランクエントリーしている中でランク上のライ選手だったんですけど、アメリカの調子の選手でバックハンドなんかめっちゃ速くて、バックスマッシュとかこの辺のボディの球強さとかはすごくて、スマッシュもやっぱちょっとロブが甘くなるとポンって打たれるんで、でもそれをさせないようにヘアピンネットを多く切りながら、相手はこう前来たなと思ったら後ろに球出して、相手を大きく動かしつつ打たせてカウンターをして相手を揺さぶるようなプレーを心がけました。そしたら結構点数差も開いて余裕もできてきて、でやっぱサスル飛ぶ分あんまりロブ打ちたくないんですけど、ただいつもみたいに日本でやってるみたいにロブを打つとビューンと飛んでっちゃうんで、なんかロブとかも日本でやってるの本当に4割とか5割くらいの力の加減とかで、ちょっと高さも出しつつあんまり奥に行かないような感じでロブを出してるのが良かったかなっていうのと、どうしてもやっぱり力ちょっとミスってギュッていっちゃう時もあるんで、それはもっと修正してやっていきたいと思います。
疲れ様です。お疲れ様です。ラウンド側からのスマッシュ、クロス特に苦しんでたのかなっていう感じで、球が、シャトル4方向折ってるんで、シャトル自体は飛ばないですけど、標高高い分伸びてくるので、やっぱうまくいかないですちょっとボディスマッシュ使ったりとかして、サイド出さないようにとか、あとはネット避けないように、ちょっとこう長めに打ったようには中学校の中なんですけど、折った時にやっぱり打ちたいクロススマッシュが、ネットかかっちゃうんで、まあ、カット、6割くらいでカットで下げたり、まあ、いい時ドロップで使ったりとかすればいいのかなとか思ったり、で、不用意なクリアをして、やっぱ相手もバコンと打たれるから、まあ、下げつつ、ラリーを組み立てるっていうのはすごい大事だなって、今の試合でも痛感したんで、まあ、決勝戦、次の試合あるんですけど、まあ、いつも結構アタック型の選手なんで、自分からまあ仕掛けつつ、その相手の簡単に当たりとかできればいいのかなって思ってます。まあ、第一シードの選手ということで、ね、そこを撃破したということで、まあ、お客さんなんかも、例えば現地の人たちもすごい応援したりしてたんで、ねはい、また明日決勝戦頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様です。ありがとうございます。右足の方も、痛みが出ているということで。